西東京バスヒ川車庫。西東京バスヒ川車庫は、東京都西多摩郡奥多摩町ヒ川二213にある西東京バスの車庫である。正式には、西東京バス五日市営業所ヒ川車庫と称し、西東京バス五日市営業所の管轄下に置かれている。奥多摩駅前にあり、奥多摩町と大梅市、山梨県北鶴郡小菅村、田場山村を所轄エリアに持つ。 西東京バスの営業所では唯一山梨県へ乗り入れる一般路線バスを管轄する営業所である。シャバンの営業所記号はかつて大梅営業所の管轄下だったため大梅営業所の記号 B を引き継いでいたが多摩バスに移管されていた大梅営業所の西東京バス復帰に伴い2008年に記号 E が新たに付与された。奥多摩駅前にある 氷川車庫の建物は、西東京バスサービスステーションの表示があり、通称、氷川サービスステーションと呼ばれる。2階がバス事務所、1階が土産物などの物産店とそばを中心とした食堂となっている。乗車券類は2階の事務所のみで取り扱う。奥多摩駅の駅前広場と、駅前広場を出た左手長道、及び車庫出口にバス乗り場がある。 奥多摩町氷川686の奥多摩、中学校バス停前に車庫を兼ねた氷川工場があり、整備、戦車は同工場で行い、給油は氷川車庫で行う。4月から11月の平日に一部の区間でフリー乗降制を採用している工日、西東京バスのこのエリアのバス路線のルーツは、全身会社の一つである奥多摩振興が開設した。 路線に由来するものである。1949年には、氷川小郷内村川野の路線を延伸して、山梨県内の田場山へ乗り入れた。この路線は、大梅電気鉄道参加時代の1930年代に、開業し順次延伸してきたものである。また1952年には、小菅村への路線及び、日原商入道への路線が開通している。 西東京バス成立前後の歴史については、西東京バス遠隔奥多摩振興の項も参照。奥多摩駅から奥多摩湖方面へ向かう路線で、山梨県多摩山村、小菅村の主要公共交通機関であるほか、奥多摩湖や登山アクセスとしての役割も担う。氷川大橋方面に、大梅街道を小河内ダムまで走行し、ダム手前で国道から分かれて、 奥多摩水と緑の触れ合い感のある奥多摩湖停留所に到着する。その後、梅海道に戻り、峰谷橋で奥14は峰集落の方へ進む。その後、深山橋で小菅方面に行く奥12と丹波方面に行く奥09から11に分かれる。奥09の終点、鴨沢西、奥12の終点、小菅の湯、及び奥10の終点、 丹波はいずれも山梨県に属する、小菅は山梨県小菅村、鴨沢西と丹波は山梨県丹波山村、金風呂東部森林公園、田本橋川久保では小菅村営バスと並行しており、田本橋での乗り継ぎが可能である。2014年11月18日より、小菅の湯に富士急山梨バスが乗り入れ、大月駅方面へ乗り継ぎが可能となった。 深山橋丹波、大菩薩峠東口間、及び、峰谷橋峰谷まで、フリー乗降性を採用している。ダイヤは、奥多摩湖までは1時間1本の運転を確保しているが、各方面への運行本数は、最大でも1日5本程度と、生活に最低限必要な本数での運行である。いずれも、奥多摩町からの補助金を受けて運行されているが、乗客の減少は、 今も進み、改正喉に運行本数の減少が見られる。かつては、炎山丹波奥多摩駅という形で、山梨交通との相互乗り入れを行っていたが、利用客の減少などにより、1972年で廃止になっている。奥多摩湖に行くために、奥多摩湖バス停や、雲取山に登るために、通る沢バス停で降りる人が多く、一台では、 まかないきれないためシーズン時は臨時続行便が出ることも多い。この時は奥十五、奥多摩湖行きや奥09トール沢西行きが定期運行の続行便として運行される。奥多摩駅から日原街道を走行し、日原商入道入口までを結ぶ。沿線道路は共外区間のためトランシーバーを携帯した添乗員が車両誘導を行っている。 運賃収受、乗降扉の扱いは行わない。南一丁目、小入道館でフリー乗降制を採用している。ダイヤー平日と休日で大きく異なり、平日は小入道を停留所まで運行するが、休日は日原付近の道路がすれ違い困難であることから、東日原止まりとなり、小入道までは徒歩で行くこととなる。 奥多摩駅から国道411号線を新日川トンネル方向に進んでいき、河井駅までは大目線と並行する。河井駅新東橋間でフリー乗降性を採用している。奥多摩駅発着は出入港を兼ねている。奥多摩町などから補助金を交付されて運行する路線である。2018年3月17日より、川30。 川31の桜木駅が、川井駅止まりに変更となり、川32、川33が新設されている。道路事情により、歴代車両のほとんどが、中型車である。長らく主力だった、日野、レインボー RJ が2011年に全廃になり、イスズ・エルガミを、日野、レインボー E に代替された。すべてノンステップ車である。一時期配属されていた日産ディーゼル。 スペースランナー JP は奥多摩湖方面への限定運用となっていた。当社湖が所在する奥多摩町は自動車 NOXPM 法の対象外地域のため、他営業所で使用な本拠を置くことができない車両が在籍することがある。2007年まで八王子市内で運行されていたボンネットバス夕焼け小焼け号も運行終了までの数年は当社湖に在籍していた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。